見て、リンゴ、梨、リンゴ、アンパンマン。はぁ、右に繋がったら最悪。え、ここじゃない。え、はぁ、いちごどこに飛んでってんねん。なんで出ていくんだよ、カゴから。あ、もんな、すぐ頑張って。そう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 、日野のニトン、みかんとみかんで消し倒せ。バチコリー、うわー、見て、いちご同士が囲んでる。そのまま殺せ、さくらんぼのこと殺せ。ホラー系より叫んだ。これを並べていって同じ種類のやつがこうやって当たると大きくなっていきますよと。はい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 、はい、同じ顔をさぶつけ合えばさ、なんとなくうまくいかない。だってほらほらどうやったら消えるの、下のさ団子三兄弟みたいな。なんでそんな顔でこっち見てくんだ、早く消えろよ。わっ、消えた。暑いねー。ほい、おっぱい、間違えた。桃が2つ、ストロベリーとイチゴとブドウの3連鎖をつなげるのはめっちゃいいです。これ今から技名御三家って呼ぶわ。この御三家をセットで作ることによって、今気持ちいいよ、見てて、いくよ、せーの、はい。くれたおかげにこれ挟んであげれなかったわ、最悪。あ、でもぬめっといったね。こんばんは。あ、でもなんか下で、えっへっへっ、新顔。こんにちは。うわ、いちごマジで入るよ、デブ。あ、ナイス。あー、ぶどうもデブ。なんでお前痩せろよ、リングフィットアドベンチャーやれ。あ、でもこれは当たるんじゃないですかね。うわ、デブ、デコポもデブ。見て、こういったデブ同士がこっち見てニコニコしてる。かわいい。かわいくねえよ、バカ。御三家を作っといて、で、こうすれば。あ、待って、青森農家さんいますか、コメント欄に。収穫しに来て、お願い。このゲームでサクランボという古尺な果実に人生初の殺意を覚えました。PS 顔もめっちゃ腹立つ。隙間入れ、押し込めぬ。ええ、あ、何もしてないんですけど。1500いかないぐらいか。まあでも初回にしてはなかなかいいんじゃないか。追加配信ありがとうございます。今日もカラスが鳴いてて安心しました。収穫頑張ってください。正直カラスはね、果物を食い荒らす害鳥なんでね、来てほしくはないですね、個人的にはね。あー、そっち行くんかい。あ、でもこれ当たるんじゃない、頑張ってブドウ同士を接触すれば。あー、これいい感じになってくんないかな。あ、で、こう。あああ、桃好き。あ、見て、御三家作れるよ。こうやって御三家作って。ポーン。あ、待って、邪魔すぎる。うわ、あの、さくらんぼ見て。殺したい。あぶね、なんか、ほのぼのゲームには出てこなさそうな言葉が。あ、でも、ポン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 。でこポンポン。ね、またリンゴが多いんだけど。ねえ、青森農家収穫しに来てくれたわ。これデコポンポンポン、デコポンポンできるんじゃない？いくよ、デコポンポンポン、デコポン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 。うるせえ俺。こっちに置いてから。塞がないでよ。おう、おう、おう、うわ、うわ。気持ちいい。ねえ、これマジで3000点取ったやつ化け物だ。お、あー、ダメか。リンゴが一番邪魔ったわけね。オッケーオッケー、じゃあもう青森焼いてくるわ。考えることをやめないかも、みんな。だって考えるだけさ無駄じゃない。だからこんな適当にさ、こうでもノリと勢いでこう置いていったらいけそうじゃない。奇跡信じてみないか。おお、脳死の方が強いんじゃないの、これ。もしかして、もしかして脳死でやった方が割と悪くないんじゃないの。こうこうじゃない。で、でこポン。あ、今考えちゃ、考えてた今俺、考えちゃダメなの。
考えるとろくなことが起きないんで。ええめっちゃ考えていいっすか。もうなんすぐ頑張って。そう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 、日野のニトン、みかんとみかんで消し飛ばせバーチコリー。うわー見て、いちご同士が囲んでる。そのまま殺せ、さくらんぼのこと殺せ。まだ諦めちゃいけない。デコポンが来たらここの御三家が成立するから、いくよ、次ネクストにデコポン来い。消えろ！うわあ！うわあ！みかん痩せろ！痩せた！え？ああ！全国のおデブさん見てますか？あなたたちが下で私腹を肥やすから痩せてる人が嫌な思いするじゃないですか！みんなリングフィットアドベンチャーやりましょう。お。一旦真剣タイムいいですか？これこうだ！革命！今ブレーキ踏んだ、誰かじゃないとあんな音はならない。はぁ、いちごを好きな人を全員根絶やしにしたい。どうもゆめこです。ぶっちゃけ酸っぱくないですか？トマトといちご何が違うかわからない。踏みましたか、天夏さん。いちごのアイコン、スパチャくれる人大好き。やっぱいちごって美味しくないですか？いちごはね、もうとても100人に聞いても。待って、デコポン、お前なんで右にいるの？待って、でもさ、グランボがいい感じに。あー、はじけた。うぜえ、あのデコポン。ここに御三家作っとこう。すると、おほほほ。でも、見て、リンゴ、梨、リンゴ、アンパンマン。新たな物語を作ればいいんじゃないの？そうじゃん。あー、あ、びっくりした、なんか車が。でも深夜に10時半だよ。気持ちいい。鼻水出てきた。何これ、鼻からアドレナリン出てきた。やべ、脳汁出すぎて染み出してきてる。ここに置くとダメ。ここに置くと右に繋がったら最悪。え、ここじゃない？いちごどこに飛んでってんねん、ロケット弾かよお前。いちご飛び先なのに何上。なんで出ていくんだよカゴから。おいマジ、いったんこっちじゃね。絶対動かない不動の桃の上に乗せてコツコツ育てようぜ。積み立てニーサです、これ。積み立て、ああー、まずい、これ。あっちのさくらんぼが邪魔だけど、まあぶっちゃけ誤差でしょ、あそこにさくらんぼがあるのは。問題はここの2つだよな。この2つはごちゃごちゃする可能性にかけてここに落とすのもありだけど、まあ育てたいという意思をせめて農家さんに見せてあげたいから。いや待って、御三家作ろう、ここで。そうだね、御三家が丸いな。こうするとは？いや待って、これ待ったら奇跡起きるんじゃない？ブドウブドウだからてこポンポンポンのみかんポン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 でいくんじゃない？え、なんでお前こっち来たの急に。ねえ、何がしたいの？これがしたかったの。タッタララータタタタタタッタララ。俺の手札はデコポン&デコポン。この2つが融合することによりみかんが召喚される。このみかんからリンゴを作り出すことにより俺のリンゴは梨へと進化する。この梨がピーチになったら俺のターンエンドだ。俺のターン、ドロー、ダブルデコポン。微妙じゃね。
お？お？ホラー系より叫んだ。こっちしかない。マジで来たぞ。マジで来たぞ。ここ逃したらもうないもん俺。いや無理じゃね。無理じゃね。ここもスペースないもんね。デコポンが2個できても、いやリンゴ2回来る奇跡しかない。待って待って。スイカって綺麗だね。わけわかんねえ。なんでこんなゲームに熱くなってんだ俺。